ちゃうちゃう皆さん、こんにちは。シンクと申します。今回はですね、お邪魔さんさんで買わせていただきましたプレイステーション3のソフト20本入り1100円をとりあえず前半10本あげていきたいなと思います。はい、20本あるんでね、ちょっと長くなっちゃうんで10本ずつに分けたいなと思いますので、ご理解ご了承よろしくお願いいたします。で、前回もそうなんですけれども、お誕生日の時に一度開けておりますので、中身はすでにシンクさん分かっております。ご理解ご了承よろしくお願いいたします。ではでは行きましょう。レッツラゴー。よし、画面が暗いんで明るくしてやっていきましょう。まず1本目いきましょう。何本？プレイステーション3のソフト20本1100円だから1本50円とかかなになりますね。いきましょう。まず1本目こちら。はい、ウィニングイレブン、ウィニング、ワールドサッカーウィニングイレブンの2012でございますね。サッカー全然わからんないんだよな。ウィニングイレブンか。スポーツゲームわかんないんだよね。いつか楽しめる時が来るかしら。来なかったらどうしよう。あれだな、ここをつけたことに逆に暗いな。じゃ、消すか。やっぱない方がいいかもしれない。ごめんよ。ごめんやで。はい、行きましょう。続きまして、てか中身見てない。ごめん、ちょっと待って。中身だけ確認させて。うん、合ってるね。12だね。うん、まあ。傷汚れはあるからね。行きましょう。続きまして、こちらでございます。はい、バイオハザードの6でございますね。6、バイオハザード。これはそこそこ綺麗そう？綺麗そうかな。うん、綺麗じゃん。これは綺麗ですね。バイオの6でございますね。これも持ってんだよな。バイオか。バイオやってないからな。やんないとね。さあ、行きましょう。続きまして、3本目でございます。3本目はこちらでございます。バイオハザード。なんだ？バイオハザード5オルティナタ、オルタナティブエディションでございます。オルタナティブエディションは何が違うんか私にはわからん。私にはわからんですよ。うん。通常版と何が違う？あ、これも綺麗ね。もう綺麗じゃない。よいしょ。ということで、バイオの5でございますね。これ綺麗ね。よきよき。もっとボロボロかと思ったけど。ではでは、続いていきましょう。続きまして、こちらでございます。はい。テイルズ・オブ・ゼスティリア。ゼスティリアスで、ゼスティリアでございますね。お、あ、中いいね。中のジャケいいじゃない。この中ジャケいいじゃない。これ、かわいい。かわいいわ。よいしょ。これも傷ないよ。綺麗綺麗。全然傷とか多めとか書いてたけど、そんなことないじゃない。いいですね。じゃあ次行きましょう。続いてこちらでございます。はい。ウィニングイレブン。2015ワールドサッカー。ウィニングイレブンですね。傷ありって書いてある。あ、説明書ないわ。残念。傷。でもそんな傷ない。大丈夫大丈夫。ウィニングイレブン。ウィニングイレブンか。今何本あった？今12ですね。12、15ですね。うんうん。12、15ですね。次行きましょう。あと何本？ 1、2、3、4、5。今折り返しですね。次6本目ですね。行きましょう。こちらでございます。ウィニングイレブンの14ですね。14が来ましたね。うん。これは、これも綺麗、綺麗。綺麗、綺麗。説明書もあるしね。うん。傷ありって書いてますけどね。まあ。12、15、14です。13がないね。13欲しいところですね。次行きましょう。続いてこちらでございます。はい。ウェイニングイレブンの11ですね。そっかそっか。まあ、50円のね。うん。1個50円だからね。仕方ないね。そうだね。そうだね。1000円だから。1100円の福袋だから。そうだよね。よいしょ。リングイレブンの11、12、13来ないかな。次行きまーす。続いてこちらでございます。ほい。あれあれ？かぶってんぞ。かぶってんぞ。やめとけ。
かぶりはダメよ。13入れて、13。13ないんですけど、かぶり。かぶりはちょっと許せんですよ。今2、3、4、5、6、7、8。あと2本か。あと2本。13来ないかな。13来ないかな。いきまーす。続きまして、こちらでございます。はい。ウィニングイレブンの2009ですね。いや中身さ、一応知ってるとは言えば、やっぱちょっとクスって笑うよね。もう理解してるとはいえ。理解してるとはいえ、やっぱりクスッと笑う。多いなぁ。ウィニングイレブンどんだけあるねん？私知らんねんけど、こんなあるんだね。よくよく思ったけど。9でしょ？ 10 もないな。10出ないから。10。じゃあ次いくよ。これラストかな？今回前半これラストですね。2、4、ロの、ハの、そうです。これ次ラストでございます。ラストこちらでございます。はい。おー、来たわ。ウィニングイレブン10。10来たわ。やったぜ。13来てないな。13ないかな、これね。後半で13が出るかもしれませんけど。てことで、9、10、11、12、13ってことで、13がないですね。はい、ってことで、いかがだったでしょうか。今回はですね、プレイステーション3の1100円の福袋、お邪魔館さんで売られておりましたプレイステーション3、1100円の福袋10本前半ですね、開けさせていただきました。ウィニングイレブンの9、10、11、12、14、15ということで、13が今抜けてますね。13が出てきたら OK ですね。生配信でもね、キャッキャしながら開けてましたけどね、私ね。で、その他もね、バイオハザードの5と6、で、テイルズのゼスティリが前半にありました。後半はね、あとの10本、何が入ってるんでしょうかね。50円、1本50円の計算なんでね、まあまあ、この辺が出てくるのはね、もう予想済みで開けて買ってありますので、そう、理解はしてます。かぶりはちょっと許せんけどね。なんか、水色と青で、だから違うソフトっぽく見えてるけど、12と12だからね。はい。ってことで、こちらの動画良かったなと思います。ぜひともチャンネル登録並び高評価よろしくお願いいたします。いつもはゲームの実況生放送メインで行っております。そちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。後半もね、明日上がる予定でございますので、よければ見に来てください。ではでは、またね。バイ、じゃーん。